日本の三少年十字軍は、古屋うさぎ丸による日本の漫画作品。2008年より、漫画エロティクス F にて連載された。単行本全三巻。漫画エロティクス F2008 年48号から、掲載。十字軍遠征が、盛んに行われていた13世紀のヨーロッパで、実際にあった、少年十字軍運動を題材にして、聖徒エルサレムを目指し行軍する少年たちを待つ。 悲劇的な運命を描いている。古谷うさぎ丸特集が組まれた54号では、ギャグ風味の4コマ漫画、インノさん旅日記が、総として描かれた。この名もなき少年たちが、歴史に名を残すことになる。1212 12年の春、フランス北部の田舎町、ごく普通の羊飼いとして生活していた少年、エティエンヌは、ある日草原で不思議なラッパの音を耳にする。行ってみると、 森の中に一通の手紙と美しい細工が施された一個のラッパが落ちていた。手紙の送り主はイエス・キリスト。十字架上の救世主を原始したエティエンヌは、紙と目の色が変わり、町を襲った盗賊を退りける奇跡を起こす。彼に感化された親友、ニコラをはじめとする十二人の仲間と共に、エティエンヌは少年十字軍を結成し、 エルサレムを目指して旅立つことを決心する。希望に胸を躍らせ行進する彼らに、次々と襲いかかる過酷な試練。だが彼らの汚れなき瞳は、遥か彼方の聖地、エルサレムを見据えていた。神の声に従い、エルサレムに向かうことを決意したエティエンヌと、様々な思惑から彼と行動を共にし、少年十字軍として活躍する少年たちの物語。ありがとうございます。